あなたのお腹周りの脂肪を爆速で燃やす方法を教えます。インチキダイエット業界を一刀両断。皆さんこんにちは。日本一わかりやすいダイエット指導をしているダイエットトレーナーの根岸です。皆さんも私のダイエットメールマガジンに登録してくれましたか？このメールマガを読むと私の動画がより一層理解が深まります。この動画の下の概要欄にその無料のメールマガの登録の URL を貼っておきました。このメールマガを読んだだけで10キロ以上痩せたって方が結構いるんですよ。無料なのでぜひ登録して読んでみてください。さて今日のお話は脂肪を爆速で燃やす方法。その方法はですね、この5つの理論をしっかりと身につければあなたも爆速で脂肪を燃焼することが可能になるんです。ではその5つを紹介していきましょう。まず1つ目、脂肪の役割を知る。これめちゃくちゃ大事なんですよ。皆さんはお腹に溜まった脂肪何に使うか知ってますか？それって体を動かすエネルギーなんですよ。皆さん知ってました？皆さんのお腹に溜まった脂肪って皆さんの体を動かすエネルギーの燃料になるんです。そうなので、その燃料をですね使っちゃえばお腹の脂肪は減っていくんです。つまりエネルギーとして使えば脂肪は減少するんです。これいきなりめちゃくちゃ大事だと来ましたよ。忘れないでくださいね。次2つ目、脂肪燃焼の仕組み。これ私がいつも言ってますよね。皆さんの体を動かす燃料って糖と中性脂肪、この2つがあるんですね。皆さんはこの燃料を使い分けて体を動かしているんです。そしてこの燃料を燃やすエンジンが解糖系エンジンとケトン化エルエンジン、この2つがあります。そして人間の体ってこのどちらか一方が動いているんです。同時に動かないんですね。なので糖質を摂取すると解糖系エンジンが回り、糖を燃料としてエネルギーを作り出し、このケトン化エルエンジンが回っていれば中性脂肪がエネルギーとなるわけなんですね。なので皆さんはこの糖質、この糖質の摂取をカットしてしまえば、皆さんはこの中性脂肪がケトン回路に入り燃えてエネルギーを作り出すという回路が回り出すんです。つまり低糖質ダイエットっていうのはこの糖を取らないことにより、解糖系エンジンをストップさせてこの中性脂肪からエネルギーを作り出す、これが低糖質ダイエットなんですね。めちゃくちゃ簡単でしょう。これが2つ目の理論。そして3つ目、こちら、抵抗をゼロにする。抵抗をゼロにするってなんだって思った方、皆さんはですね実は知らないうちに障害物や足かせや後ろから引っ張る人、これを引き連れてダイエット頑張ってるんです。これ何かというと間違ったダイエット情報、そして食べ過ぎ、そして糖質の摂取、これによって皆さんはゴールまで歩いていくんですが、この障害物や足かせや邪魔者、こいつらを引き連れているから進んでもゆっくりだったり引き戻されたりして、なかなかダイエットのゴールまでたどり着けていないんです。じゃあどうすればいいのか、こういった抵抗をなくせばいいです。どうすんの？この間違った情報を信じない、ね、MCT オイル飲めば痩せるとかオートミール食べれば痩せるとかない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 、ね、あとはこちら、糖質をカットすればタンパク質脂質は食べていいんでしょって言って食べ過ぎてしまう人いるんですよ。そうなるとカロリー過多なんです。それもダメですよ。そういうことをしない、つまり食べ過ぎない、腹5分目か腹8分目、それぐらいにしましょう。そして最後、糖質はですね摂取してもいいんですけども、それを2時間以内に消費すればいいんですが、皆さん摂取した後動かないとこの糖質が脂肪になってしまいます。なので皆さんを引っ張る邪魔者になるんですね。なので無駄な時に糖質は摂取しない、そんだけでいいんです。そうすることによって皆さんは抵抗がゼロになるからズン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 と進めるんです。抵抗がなくなったみんなは楽に進めるんですね。こんな邪魔者を引き連れているから皆さんなかなか痩せないんです。いいですか？大事なことは抵抗をゼロにする、無駄な情報を入れない、食べ過ぎない、糖質は無駄に摂取しない、つまり邪魔者を排除しようってことなんです。そうすれば楽な簡単な努力ですぐに痩せます。そして次4番目、
燃料消費の需要喚起。なんだこれって思った方、こちら見てください。ね、中性脂肪を燃やすことによってエネルギーが生まれるんですよね。このエネルギーを使う必要があるんです。そう、エネルギーは消費するもんですよね。つまり消費しなければエネルギーは減らないんです。エネルギーが減らないと脂肪は燃えないですよね。つまり需要を喚起してあげるんです。消費してあげて。消費しなければ脂肪は燃えないんですから。つまり消費してあげるのはどうしたらいいかっていうと、ウォーキング。そう、皆さんここで運動とか筋トレって言うんですけども、そんなこと必要ありません。この中性脂肪から作られたエネルギーを消費するには、ウォーキングとか立ったり座ったりとか、通勤通学ね、あとは炊事洗濯、お買い物、この程度で全然消費されます。逆に言うと、ずっと座りっぱなしで消費しないと、この回路はあまり効率よく回らないんですね。つまり消費をバンバン、ウォーキングをねすれば、これが流れがどんどん増えていくってことなんです。つまりね、ウォーキング活動で需要を喚起しましょう。これすごく大事です。つまり低糖質ダイエットをやっていても、糖質をカットしていても、この需要喚起、消費しなければこいつは流れが起きませんからね。これ大事なことですよ。そしてこの需要喚起をしっかりできると、こちら1日に燃える脂肪の量がマックスまで引き上げられるんです。そう、生理作用限界ギリギリまで。どれぐらいかというと、そうですね、平均的に1日 100g から150g の脂肪を燃焼することが可能です。もちろんそれは抵抗をゼロにし、しっかりと需要を喚起することで、このグラムが燃えるってことですからね。そして最後、この1日にどれぐらい燃えるかっていうのが分かったら、こちらね、何キロ痩せようっていう目標を立てましょう。この何キロ痩せるという目標を立てると、どれぐらいの期間が必要かっていうのが導き出せるんです。それは簡単です。何キロ痩せるというのが決まったらね、5キロだと 5000g ですよね。これが目標です。目標ね。そしてこちら、例えばね、1日 100g 燃えたとしましょう。これ1日に燃える量、ほら、目標割る1日に燃える脂肪の量を割ってしまえば、何日間かかるかって分かります。これね、どれぐらいの期間で目標を達成できるかっていう指標が分かると、人間ってやる気になるんです。いつまで頑張ればいいの、どれぐらい頑張ればいいのって分かんないと、人間なかなか行動に移さないんですが、このように期間が分かると皆さんもしっかりと頑張れるようになります。はい、いかがでしたか。脂肪を爆速で燃やすには、この5つをしっかりと理解し実践すれば、簡単に脂肪って燃えるんです。逆に言うと、この1から5のどれか1つでも欠けていると、その1つが足を大きく引っ張り、脂肪燃焼の邪魔をしてしまうんです。つまりこの5つをリンクさせればいいんです。1つ目が、脂肪とはエネルギーなんだっていうことを忘れないでください。そして2つ目、糖質をカットすることにより脂肪が燃えるメカニズムが回り出すんだっていうことを忘れないでください。そして3つ目、抵抗をゼロにする、皆さんのダイエットを邪魔するこの抵抗、この3つをですね、しっかりと排除することによって脂肪燃焼を早くさせてあげましょう。こんな重いものをつけてたら、なかなかゴールまでたどり着けませんよ。食事は腹5分目から8分目、糖質は無駄に摂取しない、変なダイエット情報に踊らされない、これ大事ですからね。そして4つ目、燃料消費の需要喚起。さっきも言いましたよね、脂肪は燃やすだけじゃなくて、使わなければ次に脂肪は燃えてくれません。なのでしっかりとウォーキングや炊事洗濯、体を動かすことによって、このエネルギーを使ってあげれば、これが減ればどんどんとまた供給がされます。つまり消費をすることで需要を喚起しろってことなんですね。それをしっかりやれば、1日に 100g から 150g の脂肪が燃えてくれます。この指標が分かれば、皆さんの目標から何日頑張ればいいのっていう目安が分かるんです。ほら、たったこんだけ。これが分かれば皆さんも大丈夫、しっかりと痩せられます。そしてこれはいいですか、やった日やんない日バラバラじゃダメですよ。
まずは1週間徹底してこの5つをやってみてください。そうすることによって1週間後にいいですか、 100g か 150g 燃えるんであればかける7すればしっかりと 1kg ぐらいは脂肪燃えてくれますからね。それが成功体験ね。1週間頑張ればこんだけ脂肪が燃えるんだっていう成功体験があるから、もうちょっと頑張ってみようかなって思えるんです。これすごく大事なことですよ。なのでやろうかなと思ったら、まずは1週間ちゃんとやる、これが逃げ式ダイエットで大事なこと。やった日もあり、やんない日もある。こんなガチャガチャやってたらデータは取れませんからね。はい、以上になります。今日の動画いかがでしたか？この動画面白かったな、参考になったなって思っていただけた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録お願いします。皆さんの応援が動画のモチベーションです。ぜひよろしくお願いします。